ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年11月1日日曜日です。いよいよ11月になりましたね。今日はスピーチで、スピーチを克服するのに、どうやったらいいかという上がり症。上がり症、まあ緊張するで話がうまくできないという、それをどういうふうに克服すればいいかという話です。まずですね、スピーチの上がるのをどういうふうに克服するか、それは、まあ、大きく分けてですね、まあ、行動することによって、その緊張感を和らげたり、上がり症をなくそうというのが一つです。もう一つは、まあ、精神的というか心理的に変えていく方法、まあ、この大きな2つの流れがあると思いますが、まずは一番簡単に、まあ、誰でもすぐできるという方法、これが行動ですよね。まあ、よくやるのは音楽、自分の好きな音楽を聴いて上がるのを抑えるというのがありますね。これは、まあ、運動選手なども聴いたり、コンサートやる人も直前まで自分の好きな音楽を聴いて舞台に出ていくとかいうやり方です。私の友達にですね、スピーチの前にイマジンを聴いて心を落ち着けるという人もいましたね。まあ音楽を聴いてやる方法あります。そしてまあ昔からよく言われるのは手に人を書いて、まあ、人の客と書く人もおるし人と書く人もおるんですが、人を3つぐらい書く人もおって、まあ、よく書く人もおるんです。それをと飲み込んで人を飲み込んでしまうという、まあ、これは昔からよく言われている方法ですね。そして柔軟体操、これは、まあ、多分体を保護して首を回した柔軟体操の中で四股を踏むと言いましたね。バッと四股を踏む、まあ、これも一つの方法でしょうね。行動にそれを四股に行動に移すという、そうです。もう一つはそうですね、こんなのも面白いですね。もものとこ、よっしゃるぞって、今やらねばいつできる、わしがやらねば誰やろと言って自分自身に活を入れる、まあこういう行動もあるでしょう。そしてまあ仲間が、まあ大きな声の時なんか、まあ、仲間が応援に来てくれるんですが、その時は仲間がね、頑張れコール、頑張れ頑張れみーやちゃん、頑張れ頑張れみーやちゃん、頑張れ頑張れみーやちゃんとかようなこうコールを送ってもらって振り立たせるというような方法もあります。そしてとにかく手を、とにかく手を入念に入念に洗って押し付けるという、そういう人もいましたね。それとか、まあなかなか相撲なんかよくやりますね、こう叩いて緊張、まああれは緊張を上げているのか分かりませんが、まあ、こうやって緊張を打つというような方法もあります。そして、そうですね、まあなかなかこうスマイル、鏡を見てスマイルスマイルスマイル、わははわははわはわはわははスマイル、鏡で自分の顔を映しながら、まあ、そうやって緊張を和らげるとしてもらいました。それとか、まあこういうスピーチ始まる前にお辞儀を深くやると、それとかスピーチの第一声を大きく「おはようございます!」というのは大きな声で始めて落ち着ける、まあ、いろんな行動の方法があります。まあ、そして、まあ、一番よくやるのは、簡単でできるのは、まあ、深呼吸でしょうね。鼻から空気をゆっくりと吸って3秒と言います。鼻から吸って吸って3秒止めて、ゆっ
くり口から鼻から吸って3秒止めて口からゆっくりずーっと長く出す。この3回ぐらい深呼吸すると、これは結構落ち着きますね。これもこういう、まあ、行動に変えて、やる方法がありますね。まあ、そして行動っていうんですかね、舞台に立った時に、まあ、人前に立った時に、本当の初心者の人は、まあ、目を会場で目を合わすと、そこで一気に上がるとしてもらいますが、その時は、まあ、こう後ろの方を見てですね、あんまり目を合わさなくて、後ろの方を向かってこう話をしていくような方法もあります。でもちょっと慣れた人であれば、逆に目をバーッと見ていって、なんかエネルギーをガーッともらうんですね。普通は見られてると思うと、まあ、なんか緊張するんですが、普通もミュッと思うんですが、でも逆にグーッと見て、それをエネルギーにする方法、これはまあ慣れた方と初心者の方ではちょっと違うんですが、まあそういう方法もあります。まあ簡単なのは、今の簡単なとか、自分好きなのを選べばいいわけですね。全部やることはできませんから、自分の好きな行動をやって、緊張とか上がるを抑えると。まあこれは行動からこういろんなことを編み出す、まあ、ルーティーンを、まあ、いろいろ編み出すといろんなあります。それでも独自のまた行動される方もありますが、まあ、行動で、まあ、変えていこうという方、そしてもう一つは、まあ、やっぱり上がるというのは、緊張するというのは、まあ、心臓がバクバクドキドキわっとしてくるんです。わあ、これは今日俺は緊張して、どうもスピーチ下手なんだけど、どうもうまくいかないというマイナスの螺旋に入ると、緊張が悪い方へ出ますね。でも緊張というのは、本気で体もこの本気でやろうとするから、緊張して脈数が上がったりするわけですから、これは緊張というのはいいことなんですね。実は悪いことじゃない、緊張にはいいことなんです。例えば相撲取り、昔相撲取りで聞いたことがあるのは、貴乃花という大関をずっと立った人がいますが、そんなに体は大きくなかったんですが、大きな相手とやるときにものすごい緊張するのを仕切っている旦那。でもその緊張をずっと上げて上げて、緊張をぐっと一番上がって落ちる前のところに最高に緊張する、それを持っていってダーッと立ち上がり持ってくるという。ですから緊張はぐっと始め、緊張が緩んだときにはあんまり、まあスピーチもいい話ができないけど、だんだんだん緊張が高まって、ぐっと緊張してエネルギーが最高になった時にパフォーマンスすれば、自分の力が最高に発揮するんですが、それを超えて緊張しすぎると今度落ちてくるんですね。そうすると緊張がだんだん上がっていった、上がったら力が出るわけですから、新記録とかなんとかいうオリンピックの新記録なんてのは緊張の極みみたいなところで出るわけです。ですから緊張するのはいいことなんです。でも最高の緊張で保てばいいんですけども、落ちたところでもう真っ白になって何が何か分からなくなったら、まあ、よくあることです。でもその緊張をずっと、まあ、こう上がっていって落ちる、この最高のところでとどめる方法はないかと思えば、これはあるんですね。これは何かというと、これはそのスピーチをするときに準備をすること。準備なしで行くと、あ、今日話がうまくできるのかな、話がまとまったな、何を伝えようかなと、こういう不安ばっかりが大きくなりますかね。不安が大きくなると、もう上がって緊張のピークを過ぎてしどろもどろになりますよね。ですから準備、これは大切です。まあ上がるのは自信がないから上がる、話すことに、何かよく決まってない迷いがある時などはもちろん上がって分からなくなりますよね。ですから準備をすればいいんです。で、準備だけでいいかというと、
これでまだ自信が持てない。自信が持てないから上がるわけです。自信を持つためには準備をしてそれを練習するんですね。まあ、いろんな歌手だとか人前で歌う人とか、まあ、ギターを弾くとか演奏する。ものすっごい練習してます。ピアノなんか本番で演奏するか、ピアノ毎日ずっと何十時間ぐらい毎日やったの、何年も続けて本番でやるぐらい、ものすごい練習してます。で準備をして練習をして、これでだん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 自分に、自分なりの自信がついてくると、不安より自信の方が勝っていくわけですね。そうすると、この緊張の上がった時の最高の視点で、ドッと出せますから、緊張プラスの方に展開していきます。そして、まあ、もう一つスピーチで大切なのは準備練習、そして自分がこれを話すんだと、これ私の話が伝わるんだ、その伝わることに意義があるんだと、自分は価値があることを話をするんだという、この情熱といいますかね、意欲といいますかね、それが後ろにギチッとないと人に伝わる話はなかなかできませんよね。ですから、わからないためには、緊張はいいことなんです。緊張をパワーに変える、緊張をエネルギーに変える。そのためには準備と練習と自分の話したいことを、まあ、一つに絞るというか、これだけ伝えたいんだという、もう熱い心、これを自分の中にこう養成していくとか持っていくことが大切でしょうね。まあ場を場数を踏むというのは、そんなことを試行錯誤しながら、まあ、いろいろ行動のこともやってみてどうかなということを試行錯誤しながら、自分にはこれがいいぞと、よしやるぞと、今ねやらなければいつできる、わしがやるな、誰がやろうということで出ていくと、私などは結構この緊張がエネルギーに変わっていくことがありますね。まあそんな形で行動で変えていく場合、そして、精神的に心理的に変えていく、上がることは実は緊張することはいいことなんだと、エネルギーが出ていくんだと、まあほとんどみんな、かなりプロの人も上がってるんですよね。でもその上がったのを越して真っ白になるか、その上がったところをエネルギーに変えていくか、ここの差です。まあいろいろ今の行動とか心理的なことも試してやってみてください。また明日は、ごきげんよう、さよなら。